せーの。ずれてる。ずれてる。予算700万円、 PR コンテンツ用に何か面白いものを作れないだろうか。ゴーゲッターズの社長松原春夫さんからそう相談を受けた僕は、早速友人である高幸にこの相談を持ちかけた。見る人も自分も楽しめることをしよう。二人での旅、ロードムービーを作ろう。こうして僕たちの作品は動き出した。2015年秋、企画会議出た会話を一応活字にまとめたんですよ。はいはいはい、企画書の叩き台になればいいなと。そんなもう嬉しいな。で読んでもらってもいいですか。もちろんです、もちろんです。一応3つ作ってきたから同じの、まあ、僕もこういうことやったことがないので、まあ、こういう形でしかないんですけど、僕としてここで何をやりたいかっていうと、まだ若干の迷いはある、はい、と一番最初にね、この予算こんだけだって言ったのって、どっちかって広告宣伝費を考えたんですよ、何かこう僕らのメッセージが届くようなものを広げていきたいっていうのがまず一番にあったんですね、というふうなことがまず取っかかります。で悩んでるのは何かっていうと、結局、僕らがやっていくものっていうのは教育ってそんな難しい教育ではなくて、学びをみんなに提供していくものなので、学びっていうところから大きく外れたっていうことっていうのはまずスタートラインより辛いんじゃないかと、でそうなった時に、僕らとしては一番今から、少ない資源を集中するものっていうのは、学びに関わるいわゆるコンテンツであり、そういうものに対してに資源を集中していきましょうっていうのが今僕が考え始めていることです、中で何をだから喋るかだよね。そうすると、やることは そもそもこの話を、聞いた時に、その新しくチャンネルを作って、そこの広告になるものを予算700万円で何ができるかということを聞いて、700万で広告かって、まず何、何がやりたいか、僕らがそうっていうことを考えて、時にまあ、あとやりたいかと何ができるかっていうのは、まあ、その PR ってなったらやっぱりその自分たちの、今のポジション名前とかを使って、使うわけですよね、逆に言うと教育っていう言葉を使わずに学びっていう言葉を使っておいてもらった方がいいかなと思うと、あくまでも自分のために何かを学んでいく、勉強していくっていうことなので、それは先生から上から押し付けられて教育されることではないと。でそれがこの中でいろんなテーマがある中でいろんなそこに学びが入っていてもいいのかなと今聞きながら思ってはいます。この様を取ってるんだけど、例えばだけどね、俺らが何かを一つ決めて学ぶための旅、それを取ってれば、まあそれはそうなるよね、今これはその PR だからメインで考えてたからさ、これをやることで PR はもう成立している。
メインが必要になってきますので、うん、そこに入れるだけの要素が、こんなのどうですか、うん、自分のやりたいと思ってることをやってる人たちに僕らが会って話を聞く、うん、でそれをアメリカで、うん、アメリカで頑張っている人たち、うん、もしくは外国で頑張っている日本人を訪ねて、うんうん、なんでここに来たんだ、うんうん、なんでこういうことをしてるんだ、うんうん、どういう苦労があったんだ、うんうん、っていうことを聞いて回って、うん、僕らの受けた意見をちゃんと言う、うんうん、そっちの方が面白いかな、それも面白いかもね、それこそだからそのケンの弟だっけ、うん、そのケンって会ったことないけど、うん、そのヒューマンビートボックスで世界1位まで行った、うん、で彼はじゃあどうやってそこまで来たかで今それをじゃあどうやってそれで生活をしてるのかっていうこととか聞いた方が、うんうん、映像俳優だけじゃなくて、うん、じゃあヒューマンビートボックスを目指してる人も世の中いっぱいいるし、うんうん、そしたらやっぱ聞きたいだろうし、うんうん、っていうそれを一個一個やってったらいいかもね、うんうん、それいいね、うん、そしたら俺らも多分その人と会うたんびにいろんな意見が出てくるじゃん、うん、いろんな場所で活躍していろんな生き方をしてるから、うんうん、多分俺らもその日ごとに出てくる言葉が変わる、うんうんうん、本質的に二人がやりたいことをやってほしいとは思ってた、ね、はい、やりたいことだね、それやりたいことですね、うん、間違いなくやりたいことですね、自分たち的にも、うん、何か引っかかっていた、ここに何が足されたらいいんだろうっていうのが今多分ハマった感じがして、うん、すっきりした感じですね、探す会議ホテルじゃなくてアパートにするでしょ、それでいいんでしょ、断然安かったね、かなり無駄な日出るけどさ、1週間分ぐらいは7日間ぐらい泊まらないでホットラカス日が出るから、あ、もう抑えっぱなしでいいから、そうそうそう、この Airbnb でしょ、俺もね、なんかいくつかブックマークしてんだよ、ボストンの27、28、29でしょ、でニューヨーク30、31で、2月1日が LA 1回戻ってきて調整する、コロンビアが2月に移動3、ここでいないと2、3、4今後、これやるのにかかるお金をこのカードで支払いをしてほしいんだけどこれ高いけど、で、一応カードっていうのはキャッシュパスポートって言って1枚のカードに今100万円ずつ入ってて、はい、それ使い切ったらもう使えなくなる、うんうん、でプリペイドみたいな、そうそう、まあこれ忘れないで持ってきて、はい、気をつけます、それか俺預かっとこうか、お願いしますHey, what's up, bro? もしもし。Please. あ、じゃあ改めて、ケンです。ケンです。よろしくお願いします。高幸です。お願いします。あ、朝日です。よろしく。ロードムービーで、基本的にはドキュメンタリーのをケンがやるときみたいな作業をしてもらいたいのと、うん、で、まあ、通訳や、コーディネート、うん、の辺も手伝ってもらいたいっていうことで、そうだね、うん、お願いしてある状態、うん、でもテーマが学ぶっていうことをテーマにしてるとか、資格の勉強とか、うん、大学の授業とかをお金を払って見る、なんかテレビ版の塾みたいな、それのキックスタートで、うん、なんかバズらせることができたらいいなっていう予算を持っていて、松原さんの会社が何か面白いことある朝日くんって言われた時に高幸に相談させてもらったら、高幸が面白いアイデアを出してくれて、で一緒にやろうかって言ってくれて、スケジュールもハマりそうだったからっていうので、なんか相談乗ってもらった感じなのね。ケンの弟のジンには会いたくて、うん、ジン篠崎にはビートボックスのチャンピオンで、話を聞いた後に俺と高幸でホテルなのか飯屋なのかで、うん、会ってみてどうだったっていう話をしてるところをカメラで回すっていうのが結構面白いかなっていう、面白いっていうか、それは結構多分メインだと思うよ。だよね、うん、人に話を聞くことと聞いた上で俺らが何を思ったかの会話がやっぱメインだと思う。とりあえずじゃあまた、そうだね、
うん、なんかちょこちょこあったら思うこととかアイデア出てきたら今のところ LINE でやり取りしましょう。 OK、ありがとう。こちらこそ。ではでは。じゃあとりあえずまた。いいっす。お疲れ様です。What's up?